はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。 NHK スクランブルイコール実質解体デモ開催いたします。10月2日11時13時30分集合、渋谷区神宮通り公園北側、ご参加されてやっぱりテレビ取材に来ねえことをご確認ください。歴史の証明証人になってください。そしてその事実をあちこちで書き込んでください。松戸市内のポスティングボランティアさん大募集であります。靴沢良治@gmail.com まで、メールください。日本は超個体であるアマゾンで販売開始いたしました。こんな表紙です。かっちょいいですね。なかなか、よかったらご購入ください。紙のバージョンはあと、紙の方は、もうちょっと時間かかります。印刷とかね、いろいろありますんでね。国民の敵で意識高いバカ小西博之にブロックされてました。こいつと絡んだことないのに、なんだって言うんだよ。もう敵意丸出しでさ、国民の敵に敵視されるってことは、いいってことなのかな。長年カルトと戦ってきたという設定の紀藤正樹弁護士、まあ、この方ですね。最近テレビにしょっちゅう出るようになったんで、私はテレビ持ってませんけれども、見た顔もあるんじゃないでしょうか。統一教会被害者相談窓口として1番目に日本キリスト教団を、自身のツイッターで紹介しておりました。 URL 貼ってました。こちらにご相談くださいなんて日本キリスト教団を紹介したんですけれども、で日本キリスト教団の住所は西早稲田 2-3-18 と、ここにはですね、在日韓国人問題研究所、在日本大韓キリスト教会、街頭法と問題と取り組む全国キリスト教、キリスト教女性ネットワーク、女たちと戦争の平和資料館、石原やめろネットワーク、石原都知事ですかね、のがありました。歴史歪曲許さないアジア連帯、なの住所が全部西早稲田 2-3-18 なんですけど、全くの偶然ですこれは、終戦の日に毎年やってる反転連でも、確かこっから出発するんですよね。出発前に、西早稲田 2-3 で盛り上がる皆さんということで、紀藤正樹弁護士、カルト被害者を別のカルトに紹介しちゃってないか、相談はこちらにつって、カルトに誘導してないか、カルトを持ってカルトを制すってことなんでしょうかね。それいいんだろうか。洗脳されやすいかも争奪戦ってことなのかな、思ったりなんかしてね。でね、紀藤正樹弁護士が、テレビに出ていろいろ食っちゃいますけど、共産党とかその辺の話になると途端にもごもごもごってなるみたいですよ。そんな目で、見ると今後テレビ面白いかもしれません。まあおすすめはテレビぶん投げて、一切見ないっていうのがおすすめですけどね。立憲の最大支持団体日本労働組合総連合会、通称連合の吉野会長、国葬に出席を表明しておりました。蓮舫、国葬よりも優先されるべきことがあるじゃないの、噛みついておりました。文句垂れてる、ネットの反応です。下世すぎて吐き気、まさに思想統制の極み、自分こそ全体主義者じゃないか、弔意を示さないことを強制してるよな、個人が弔意を示すという判断を公人である蓮舫議員が否定して圧力を加えるのは思想統制、思想信条の自由を奪う全体主義者、これで多様性語ってんだから笑える、連合から愛想尽かされる日も近いと、文句垂れてんだよね。行かないっていうことに対してね、弔意を示さないこと、国葬に行かないことを強制している、散々弔意の強制がとか言ってたくせにね、私が気に入らないからダメなのって素直に言えばいいじゃないか、弔うっていう内心の自由の蹂躙なんだが、こいつはそこまで考えもせずに、まあ考えても分からずに到達せず、なんでしょうね、哀れなほどバカだからね。立憲最高顧問野田佳彦出席する、蓮舫てんてんてんということで、ネットなんです。蓮舫どうすんのこれ、蓮とコメント待ってるぞ、蓮舫コメントしろよ、左翼界隈の幼稚さんは際立って実にいいね、左翼はこれがキーキーは左翼がこれにキーキー発狂して草、左翼の心の狭さよ、野田を切れば立憲のイメージが良くなるって書いてるやついて笑ったわ、
これに対してあのキーキー文句言ってる中に野田を切れっていう意見もあったんでしょうね。泉健太面目丸つぶれ、なぜかっていうとあの執行部、立憲の執行部は行きません、党としてはあの自分の判断で、党のあの議員は自分の判断で行くも行かないも決めてちょうだい、執行部は行きません、言ってましたんで、まあ面目丸つぶれですね。国葬賛成容認無関心派は誰が出ようと欠席しようとまあいいんじゃない、国葬反対派ギャオーンって発狂しますね。誰が出るだの出ねえだのっていうのにいちいちギャオーンって、どっちが強制してんだか一目瞭然ですよ。結局左翼はね、あの気に入らないやつをぶちのめせる権力っていうのを獲得目指してるんで、他人に強要なのも異論を認めないのもこのせいと。蓮舫そもそも日本人じゃねえし、戸籍も明らかにしてねえしね、私と違って、産経記者、今まで参加してた検討は弔意の強制はなかったのか、シーカズを個別の案件には答えられない、逃げました、バックれました、幼稚な左翼が俺が気に入らねえから反対って騒いでるだけで、そこにはあの理論も何もないっていうことが分かりますよね。根拠とかこうでこうでこうだから反対ってあるとか、理論もクソもないんだよな。ネットの反対です、欠席するのに強制されたとか頭おかしい欠席できんだろ、じゃあ強制されてねえだろ、いつも通りのシーカゾってことで県民層と何が違うのか意味不明、そもそも弔意とは追悼の気持ちであり強制という発想自体が違和感、外交に必要だから出席ぐらい言えんのか、素直に安倍が憎いから欠席って言えば、思想統制大好き共産党が内心の強制とか笑えますな、言ってる本人が欠席の強制してるだろ、欠席できる時点で強制ではないと、こんな C 和夫が22年間も独裁やれてんだもんね。支持者もね、このぐらい国葬は反対だが県民葬は出ますみたいな、このぐらい脳みそ理論破綻してないと、やってられませんな共産党員、本心はあの論理も理論も何もなくて安倍は敵だから国葬反対、俺が気に入らないから全員出るなってことなんでしょうね。これにあの変なへりくつつけて理由付けしようとするから突っ込まれてあのしどろもどろになっちゃうんですよね。共産党が若者をスカウトできなくて右肩下がりな理由もこれ、なんであなた方は老人ばかりなんですかって外国人記者に突っ込まれて何も言えなくなる理由がこれ、党と支持者が論理破綻しててそれが即バレの世の中になったからですね。テレビと新聞がうまくごまかしてくれた時代は過ぎ去ったと、めちゃくちゃな論理を振りかざすバカに騙される者はもういませんよ。独裁22年目って言えばですね、公明党山口夏夫70歳、2009年以降今年で独裁13年目だって、2009年ですね、民主党政権発足で公明党が敗れたという認識で、それまで代表の太田っていう人、が引責辞任しまして、次に山口夏夫、まあ公明党はあの共産党、選挙で負けたら辞任っていうのはその分だけマシなのかな、でも13年目、カルトは似てんな、カルトは、思います。9月16日昨日ですか、プーチン・モディインド首相会談解散、プーチン紛争ができるだけ早く終わるように全てのことをしている、ウクライナが交渉を拒否している、武力で目的を達成しようとしていると被害者面いたしました。ネットの話、戦争始めてやつが何言ってんの、一方的に攻め込んでいてそれはないだろう、地方なんじゃないのか、割とマジでロシアは拷問や虐殺のことを話し合いっていうのか、全軍引き上げれば終わる話、人の家に勝手に入ったら住民から撃たれて話し合いたいって意味わからん、散々殴っておいて殴り返されたら被害者面、世界はそうは見とらんと、このインド首脳会談の報道なんで、ロシア政府が発表したりウクライナ政府が発表したりと、いずれも一方的ですから
嘘が誠かわからない発表と違って、まあ事実なんでしょうね。ウクライナが話し合いを拒否してるって、初めからね、話し合いなんか、金繰り捨てて、攻め込んでおいて、何言ってんだか全然わかんないですね。やっぱり合理的な判断できてないんだな。そもそも合理的な判断できてたら、侵略開始してないわな。日本のロシア擁護派は、これどう擁護するんでしょうね。そんなこと、可能なのか見物です。それともなかったことにして、スルーすんのかな。個別の案件には答えられないとか、C 数を見てえねえかって言って、逃げんのかな。何度もしつこいですけど、ロシアが勝てば次は北海道を攻めますよ。ウクライナが勝っても、その心配ねえですから。ロシアが大敗北で、鼻血も出ねえほど弱体化するのが、日本と日本人にとっての利益なんですよ。それはね、ロシアは、買おうとしてるのは、国賊っちってもいいな。日本にとっては。国賊。何に騙されてんだか、どこに騙されてんだか、誰に騙されてんだか知りませんけれども、事実が何であろうが、ロシアが負けた方が我々にとっては永遠だから。だから、ウクライナが悪いっちって、ロシアをかばう連中は国賊ですよ。そう私は、断言いたします。ということで、メール党員3、日本は超固体。買ってください。支部長も募集しております。松戸のポスティングボランティアも募集しております。いろいろお願いが多くて、心苦しいんですけども、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。